明けましておめでとうございます。ギター芸人ダオです。2020年スタートいたしました。イエーイ。2020年今年のテーマは高める、毎年恒例なんですけれども、1月1日元旦の日には私は書き初めを行います。今年はこの高めるっていうのをね、書き初めしていきたいと思うんですけども、昨年のテーマは手放すでした。体脂肪を手放しました。心の執着も手放しました。部屋にあるもの手放しました。いろんなもの手放してきました。それを踏まえて今年は高める、今の自分にはぴったりの言葉かなと思います。その前、去年一昨年はね、攻めるだった気がする。でその前は笑顔と感謝だったかな。なんかそういうのを全部踏まえて今年はそれは全部自分の中にストックしながら高めるです。これからね書き初めしていきたいと思います。では2020年のテーマ高める書いていきたいと思います。高める。よし、力強く書けたぞ。2020年1月1日、本名の小田、大きい幸せと書いてひろゆき。なんていい名前なんでしょう。ギター芸人ダオ。そしてね、必ず書くことがあります。心も何もかもが晴れますように。晴れのマークを書きます。おっきく書きました。正月らしい。よっしゃ、できた。高める、2020年高めますよ。はい、ということでできました。書き初めね、高めるです。今年のテーマは高める。でっかく書きました。去年よりもでっかく書きました。自分を高めて自分がまず幸せになる、そして他人を幸せにする。どんどん高めて小さいことからコツコツとやっていきたいと思います。このね YouTube チャンネルもコツコツとやっていきたいと思います。今まだチャンネル登録者数とか再生回数は本当に少ないです。だけど少ないからいいんです。これからどんどん伸びていきます。俺のドラマをどんどん作っていきたいと思っています。1年後のね自分がこの動画を見てどういう風に変化しているのか、そういうのも、残すために、これは自分のためにも動画に残しておきたいと思っております。大晦日にも話したんですけれども、どんどん前に進んでいきたいと思っております。この YouTube チャンネルもそう、ブログもそう、 Twitter もそう、何でもそうです。自分がやってる行動、自分がやってるものを全て前向きにプラス思考で頑張っていきたいと思っておりますので、どうぞどうぞ2020年よろしくお願いいたします。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録よろしくお願いします。